二股城は、東都海国と与田郡二股にあった、日本の城、山城。天竜川と二股川に挟まれた天権に恵まれた、中世城郭として名高く、武田信玄、勝頼親子と徳川家康がこの城をめぐって激しい攻防を繰り広げた。また、家康の嫡男信康が、悲劇の切腹を遂げた城としても知られる。城跡は、国の史跡に指定されている。 本校では、二股城攻略の際に、付け城として築かれた、鳥場山城についても記述する。二股の地は、天竜川と二股川との合流点にあり、水運に恵まれた地であった。加えて、北にある、信濃川から見れば山間部から、遠州平野への入り口といえる場所に位置し、南の道を木がまで抜ければ、東海道の脇街道である本坂通が、東西に走り、 そこからさらに下れば、浜名湖の東側に出るなど、街道上の要所といえる位置にあった。この二股への築城は、戦国時代諸島、東東海をめぐって、今川市と柴市が争った際に、今川市が拠点とするために上官を築いたのが、その始めと言われる。ただし、それは、後のように山城ではなく、北東の平坦地にあったと考えられている。 その後今川氏は投主義元の勢力下で大きく、勢力を伸長。その日観松井氏が城の位置を変更、天竜川を見下ろす小山に築城したと言われるが、確実な資料はない。宗信は、A63 年5月、桶狭間の戦いで投主義元と共に討ち死にするが、その後、松井宗継も後を継いだ、今川氏真に徴用され、三千冠を与えられた。ところが、 A62 年、今川氏は、甲斐の武田信玄と三河の徳川家康の攻撃に、あって滅亡した。松井氏は、武田信玄への従属の道を選ぶが、信玄と敵対した徳川家康に攻撃され、降伏した。家康は、二股城に、宇戸の市長を城代として置き、武田勢の攻撃の危険が高まると、不代の家臣である、中根正照に城代を交代させた。 元気三年十月、武田信玄が大軍を率いて、信濃から東東海に進行、武田勝頼を対象とする軍が、二股城を攻撃した。徳川方からすれば落城すると、本拠、浜松を守る拠点がなくなるため、城代、中根正照以下必死に抵抗し、城の堅護さも手伝ってよく守っていた。そこで攻めあぐねた勝頼は、老城軍が天竜川下藩に、 水の手櫓を築いて、水を確保しているのを発見。天竜側に、大量のイカダを流して、水の手櫓にぶつけて破壊させることに成功し、水の手を失った牢城側は繊維を失って、落城したという。二股城の落城により、武田軍は、演習兵屋内に入り、浜松を無視するがごとくそのまま精神。これに豪を煮やした家康が、浜松城から出撃し、 12月23日に、三方ヶ原の戦いで、両軍は激突した。武田軍は大勝し、12月28日には信玄は、越前の戦国大名、朝倉義景に戦勝を報告するとともに、織田信長を討つよう出陣の最速の手紙を送っている。この中に、二股城が集築中であることも記載されている。しかし、上落そのものは、間もなく、 信玄が発病したために中止となり、信玄は帰国中に死亡した。その後二股城には、信の先方衆の与田信繁が上司として入った。家康は、信玄死後から直ちに、遠藤海、三河にある武田の諸城を攻撃した。二股城にも元気4年6月に攻勢をかけたが、この時は撤退している。一方で逆に、遠藤海東部の高天神城が、 武田の新党首勝頼によって落城させられるなど、徳川氏にとっては厳しい状況が続いていた。ところが、天正3年5月21日、長篠の戦いで、武田軍は、織田、徳川連合軍に大敗した。家康は直ちに反抗を開始、6月には、二股城にも軍を出し、付け城を二股城の隣の小峰である。 戸場山ほか5箇所に作って包囲した。同年8月14日、家康は、東東美の東端にある、諏訪玄城を落城させたが、二股城の城兵はよく戦い、なかなか落城しなかった。しかし、同年12月24日、城兵の安全な退去を条件に、ついに会場、城代、与田信繁も、駿河殿中城に撤退した。家康は、城主として、 重心の中でも特に武勇な高い大久保漂を置き、合わせて万全な城の集築工事を行わせた。武田軍はその後たびたび攻撃をかけるが、ついに落城しなかった。二股城といえば、家康の長男、松平信康が若くして、父に切腹させられた悲劇の地としても知られる。天正七年七月、家康の同盟者、織田信長に家康の制裁。 月山御前と長男、信康が武田方に内通したとの方がもたらされた。この信憑性は非常に薄いものであったが、信長は家康にこの二人を処断するよう求めた。家康は悩んだ末まず、月山殿を殺害、さらに9月15日かねてから、二股城に遊兵させていた信康を切腹させた。この時、はっ半蔵が解釈を務めたが、 涙のあまり刀が振り下ろせなかったとの話が残る。信康は時に、去年21。信康の遺体は、二股城から、峰続きにある小松原長安院に葬られた。翌年には家康によって同院に病と遺廃堂が、混流され、その後家康がもう出た際に寺に清常な滝があるのを見て、寺の名を清滝寺と改めさせた。この寺、 信康の墓ともに現存する。そのまま、大久保忠代が上司を務めたが、本能寺の変後の家康の勢力新調に伴い、忠代自身が、新州総奉行として、小室城に在番することが多く、二股城にはあまり在城していなかった。天正十八年、家康の関東転出に伴い堀尾義春が浜松城に入り、二股城はその市場となったが、慶長五年に、 堀吉が出雲に転望すると廃城となった。その後も城としての役割を果たすことはなかったが、明治29年、日清戦争で戦死した地元勇士を弔うことを目的で帰宅るアートに、朝日川岡神社が建立され、日露戦争の戦死者なども合祀された。太平洋戦争後には、城一帯は地元の公園として整備され、現在に至っている。 天竜川と二股川が合流する手前で、形成している二名原大地の先端部、現在上山と呼ばれている小山に築城されている。大地自体の標高は40メートル、本丸の標高は80メートル、飛行は40メートルほどとなる。山を階段状に削り取り、北側から南側に外極林、北極林、本丸、二の丸、倉屋敷、南極林を配置している。 城の東側は険しく、西側も天竜川で隔てられており、しかも切り立った岩盤状に城は立地している。ただし、ゆえに水の確保が難しく、川からの取水が必要となった。ここは遺構が明らかになっていないが、城の南西部に開いていたと想定されている。天守台に石垣が使われており、他の土塁部分にも上部などに、 石垣が使われていた形跡が残っている。天守台の築造時期については、大久保忠世が武田勢と対峙していた、天正3年から10年頃までと想定され、家康による浜松城の改修と時期を同じにすることもあり共通した部分が多く見られる。石垣は、野面積み、天守の墨石には、当時の先端の積み方である、三木積みが用いられている。石には、 当地で掘り出される石灰岩が使用されており、石の加工が容易なこともあり、浜松城の石垣より丁寧に加工されている。天守台、石垣、土塁などが残っている。ただし、東側を中心に、車道や神社の建設の際に一部の遺構が破壊されている。また、井戸倉が清滝寺に復元されている。昭和36年に市の指定史跡に指定され、 合併後の浜松市に引き継がれた。その後2018年2月13日官報告示により国の史跡となった。笹岡古城市戸場山城跡。大手門関から本丸跡を望む。二股追記以前の二股周辺の支配の中心と考えられる上官跡の現在の呼び名である。遺構のほとんどは昭和42年の天竜市役所建設の際に破壊され、 現在は背後の本城山に土塁が残っている。市役所建設の事前発掘調査の際に山茶碗、青磁、白磁、井戸枠、柱根などの出土品が発掘され、当地が上管として機能していた可能性が高いこと、伺わせた。追記時期については、東都海国風呂記念には、二又正長が文記年間に築城し、地元の民衆はこれを、 古城と呼んでいるとあるが、裏付ける資料がなく不明である。徳川家康が二股城を攻める際に付け城とした戸場山城も庭園など多くの遺構が残っている。この城については資料に天正3年6月に築城したという記録しか残っておらず、発掘調査もなされていなかった。しかし地元の郷土史研究家である鈴木清二が、 一定規模の城郭があったものと考え、昭和26年から二十数年にわたって単独で発掘を行った結果、大規模な遺構の存在が明らかになり、昭和49年から翌年にかけて、天竜市教育委員会による大規模な発掘調査が行われた。これにより、二俣城と同規模、またはそれ以上の城郭があったことが判明し、各クは、型門跡、 庭園、石垣、井戸、排水口などの遺構が発掘された。特に庭園については、立石などから安土桃山時代の形式で、枯山水の庭園であると考えられる。また、染付、天目茶碗、鉄油物販機なども発見されている。これらのことから、家康の二股城攻略の後には、鳥羽山城は、 二俣城の一部として機能したと考えられているが、一方で石垣を含んだ大規模な築城は、堀尾氏入宝後のものであるとの説もある。なお、戸ヶ山城跡は現在は公園として整備され、市民の憩いの場となっている。ありがとうございます。